まあ、あの模擬犬のゆるカフェということでですね、あのー、なんというか本当とゆるい話をして心が癒される誰の心が癒されるんだみたいな俺の心がかみたいなそういう新コーナーというか新番組なんですけどあの東大の専門の前にですねルオーっていうあの、まあ、喫茶店があるんですよ。で僕あの東大の悪口言ってる割には東大に長くいたんですよ。あので結局合計ん、うん、と11年。 もういたわけさほら理学部物理学科出た後法学部に学士入学してその後物理の大学院に5年いたんで計 4+2+5 で、えー、11年いてでだからそのうち本郷に9年いたわけさ本郷よく知ってるわけでその正門の前にルオーっていうね喫茶店があってそれを最初に知ったのはいつだったかな、まあ、とにかく誰かに教えてもらってそこがさあの。 カ,カレーがセイロン風カレーとミニデミタスコーヒーってのが名物なんですよこ,のこれが美味しいこれがね美味しくてこれで喋っててもなんか食べたくなっちゃうんだけどその、まあ、1階と2階の席があってちょっと僕その階段上がっていって2階の席のできれば窓側とかねあるいはその、まあ、カウンターみたいなとこあるんですけどそこが好きでねでそこでよくあのそのセイロン風カレーと,、えー、とミニコーヒーデミタスコーヒー付きっていうね メニュー頼んでたんですよでねそのセロフンカレーっていうのがねこれがねすごくいいんだなこれがね何ていうかルカレーのルーのところっていうのはねあのどこに具が入ってないんですよその、まあうま、いろんなうまみがね溶け込んでるわけさ、まあ、そのルーだけでも美味しいんだけどそこにゴロッとね四角いね塊の肉ブロック肉が入ってるわけだからそのドーンとその肉が1個入っててあとはルーだけって言ってそれで薬味がね ついてくるんだねあのー、まあラッキョとか福神漬けとかもう一個あったかな、うん、でとにかくそのカレーを食べて良きところでそのデミタスコーヒーほんの小さいこんなカップのねコーヒー持ってきてくれるんですよあれがもう美味しくてねうんーとねでそのマスターがいるんですけどこのマスターがですねあのー、なんか美術好きで僕はなんかある時友達となんか美術の話をしてたらあこ,この学生男子学生ね 美術が好きなんだって。それからね。あの美術展のね。割引券とかね。あのなんだチケットをくれるようになったんですよ。だから、あの量っていう喫茶店の名前。自体もね。あの画家のル量から撮ってるぐらいだから、本当にあのすごい。なんか好きなねえー。絵が好き。マスターが家が好きでせ、えー。まあ僕もよ。絵が好きだって言うんで、ね、行くとなんか正論風カレーを食べて。 でデミスコーヒー飲んで,それで美術券のチケットをもらってくるみたいな感じだったんですよね。で実はこの「ルオー」っていう喫茶店はあの畑正則さんのエッセイにも出てくるんですよ。畑正則さんは東大の医学部でね。でその「ルオー」っていうところ行ってたっていうででこのあのねこの前ね東大で授業をやった時にねあのルオー行ったんですよ。で「その久しぶりに行って「アマスター」って言って。 で話してたのはね波多の,の遺さんが行ってた時のルオーっていうのはまた別の場所にあったらしいんだよねそれから移転して専門前に移転してで営業を続けてらっしゃるっていうだからマスター元気でねちょっとな,なんていうかな <laughs> 例えるのが難しいんだけどまあマスターなんですち,ょっとちょっとなんていうかな太っちょって言えば太っちょって言うからねでも、うん、なんていうかうん、あそうだな まあ例えるとアルゼンチンで牛を追ってる男みたいな何言ってるかわかんないですね <laughs> でも現地の人みたいなそんな感じのマスターなんですけどそしたら僕がだからちょうど東大の学生でい行き始めてた頃にあのそのちょっと前に店が正門前に移転して畑正則さんが行ってた店っていうのは別のとこにあったってね。あそういうことも知らないで通ってたなって先生はもしね皆さんカレーとかコーヒー好きでしたら東大正門前のルを。 行かかれてみたらいいいんじゃないですかねあの。とてもとてもし素敵な空間でまあ本当本郷キャンパスの周りもいろいろ店変わっちゃってるんですけど僕は学生時代から変わってない、えー、唯一のお店って言ってもいいのかなと思いますけどね、まあ、そんな緩いお話でございました。